ねえ、ちょっと待って、こんばんは。さてですよね。もうやだもん。ちょっと待ってくださいね。手こずる、手こずる。やだ、ギガ使っちゃう。あ、治った。治ったよ。こんばんは。すっごい手こずっちゃったけど。え、治りました？なんか顔が、よし、よいしょ。やだ、画質悪くなってるって。なりました？ Wi-Fi つながってる？ Wi-Fi つながってるけどね。画質悪い方は一回ルームから退出したらいけると思いますよ。やん。え、頭切れてる。あ、こういうことか。よいしょ。待って、ちょっと雑魚が難しいな。よいしょ。あ、もう縦になった。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。よし。こんばんは。すいません。もともと7時って言ってたのに、6時半からに変更しましたよ。ちょっと待って。今日はママの弟とかが来るから早めに始めて、終わりをちょっと早めといて片付けをしようと思ったんですけど、え、ちょっと待って、やばい、いろいろもうやん。そう、でもね、多分来るのが遅くなるので、はは、まあいいか、いいことだと。こんばんは。目キラキラしてるでしょ？今日つけたんだよ。そう、片付けをね、ちょっとお散らかりになられてるから、片付けをして綺麗なお家でお出迎えをしたいんですよ。けど、ですけど、いや、キラキラしてる。今日はコメントをたくさん読みたいです。あ、読もうと思います。なんかすごい そう。でも、そのおじさんの奥さんだから、こないだいとこが生まれたんですよ。13歳差の、13歳差のいとこが生まれちゃったけど、多分あんま多分外出ができないから、もう一人のいとことおじさんだけ来るんですよ。楽しみですね。そう、でもね、そのいとこもね、小学1年生でね、年が離れてるから、お姉ちゃんとはもっと離れてるんだよ。あら、おめでたい。はっは、面白。そう、楽しみー。ちょっと待って、ちょっとお早いなんだよ。可愛がってあげてね。だってもうね、小さい子が大好きだから、いつも抱っこをしています。あ、抱っこおんぶしてる。だから弟が小さい時も、
いつも肩車をしてたんだよ。なんかだよってやばいかも。肩車ねえ、ちょっと待って。よいしょ、ちょっと待ってよ。今ママも見てるらしい。ふん 肩車、そう、ソファーの上に立ってもらって、みんなが普通の床に立って肩車をするの。ちょっと肩が、そうだよ、力持ちでしょ、力持ちでしょ。いいお姉さん、あ、ありがとうございます。女の子のファンは嬉しいですか？だって。え、もうめっちゃ嬉しいです。え、めっちゃ嬉しいです。そう。中2ですか？中2です。JC2。JC2。JC2。待ってよ。こんばんは。なんかこんばんはだって。こんばんは。ちょっと待って、いろいろ話したいことはたくさんあるんだよね。お話したいことたくさんあるから。ね、今日おしとやかじゃない？ちょっと自分で言うのもあれだけど、初配信の時のテンションと違うでしょ？違うの。今日は落ち着いて。配信を落ち着くから、そう、落ち着いてね、配信をして。うん、違う、なんか日本語変だ。もういいや。ねえ、ちょっと待って。ちゅちゅ、おしとやか？じゃあ落ち着いてるの今日は。この間はちょっとテンションが上がりすぎちゃってやばーんって感じだったけど、よいしょ、キュビューティーハニー。そう、サングラスまだ持ってるからね、今度4人で写真撮ろうねーってお話をしたの。100均に売ってるから買ってみてね、同じやつ。頭が切れるな。てか、これが低いのか。ちょっと待ってよ。もう慣れないな。ねえ、もうどうしよう。そうだ、昨日ね、何だったっけな。昨日じゃない、一昨日か昨日か、さっき一昨日かに、朝起きてから、あ、じゃあ昨日じゃない、あ、昨日かな、かに、朝起きてから、何か、ねえ、ドア閉めといてよ。あ、ありがとう。ちょっとお待ちください。はい、ごめんなさい。ちょっとこれどうするんだろう。まあいいや。はい。先おっといか、おとといか、昨日かに、二段ベッドで寝てるんだけど、寝てるんですけど、なんて言うんだ。二段のベッドの上で寝てて、下に降りるときに、ねえ、なんか下だな、難しいな、ちょっといろいろ。何、お昼のゆうなの配信はすっごいスムーズだったけど、何事あれは。いい感じ。そう、あ、だごめんな、この配信でさ、ちょっと
まあいいか、いいことないか。ちょっとね、あのね、そう、今日はスマホとの相性がめっちゃ悪いです。本当に悪い。よろしくない。本当によろしくない。なんか頭もここ切れちゃうしさ。本当に何事？マジちょっとおかしいですね。ああ画面動かせない方がいいよ。だってなるほど、このままドントタッチね。もう大丈夫です。 Wi-Fi の接続外したんですよ。だから今月のギガはギリギリです。ギガがねギリギリなの。何時まで配信、何しようかな、何時まで配信にしようかな。7時半過ぎぐらい目安、7時半過ぎぐらいまでします。でもね、あのちょっとところどころ止まってるから、多分あと楽しいからちょっと伸びると思いますよ。19時45ぐらいか8かどっちか、そうどっちかだよ。はあ、はーい、お仕事もうみんな終わってるのかな。止まってるのかな。あ、止まってるじゃない、終わってるのかな。お昼ご飯、お昼ご飯はまだ食べてないですよ。あ、間違えた、夜ご飯、お昼ご飯じゃない、夜ご飯、夜ご飯、夕飯です、夕飯まずです。あ、ところで配信を早めた理由って何だったの。そう、最初の方にもちょっと言っちゃったんですけど、今日、あーもう画面がもういや、そうね、今日はママの弟とかだから、おじさんといとこが来るんですよ。そのでもおばあさんともう一人のいとこは赤ちゃんだから来れないんですけど、そう、おじさんとちっちゃい小一のいとこが来るんですよ、夜に。で夜だけど、あ、おじさんはおじです、アント、あ、アン来るかな。そう、福岡にやってくるんですよ。やってくるけど、そう、お家に来るけど、お家がちょっとお家が片付けてれてないところがあるから、先に配信してから片付けてお出迎えしたいなって思うんですよ。だから早めました。ありがとうございます、来てくださって。ねえ、ちょっとみんなやばいかもしれないな。そう、片付け時間かかる。なんか片付けしててもスマホ触っちゃって全然進まないから、本当によろしくないんだよね。スマホを触っちゃうのはよろしくないよ。てかまだ言うの見てるのかな、川島優奈。多分見てないかな、どうだろう、見てない、もう見てないかな。見てる、もう見てない、多分見てないよね。あの人なんか行くってし、もうそうで、みんなちょっと今誰が見てるかな、ちょっと待ってくださいね、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、
そう、ゆいなちゃんが配信かわいい、ニコニコゆいなが配信始めちゃったからみんなそっちの方に行っちゃうかもしれない。あ、ざわちが来た。え、これざわちゃんだよね。携帯交換してください。はいはい、ありがとう。ざわちゃんいる？いない？いるかな？いないかな？いないか。ごめんなさい、なんか。お？そうなの。出会いびなちゃったのね。あ、待って、ほんとだ。糸みたいなやつついてる。クッションだ。やべやべ。今日。あー待って、あのね、今日はね配信なんでね、なあちょっと待って、やっぱやめとこう、恥ずかしい、恥ずかしいからやめます。取り消し、取り消し、取り消し、取り消しますね。忘れましょう、忘れましょう。いやーえ、こんばんは。てか夏休みの宿題やばいんですけど、終わる感じがしない。なんか本当に多い。どうしよう、どうしよう、並みにどうしよう。あ、どうしよう、並みにどうしよう。こちらからこちらに移動をし、 OK。宿題なんて先輩にお願いすれば。そんなことできませんよ。話すだけでも緊張しちゃうのに、あの話しかけて、あのすいません、夏休みの宿題やってくれませんかって。画面落ち着いてないですか。そう、落ち着いてないですよね。だっていろいろ難しいんですもん。ちょっと待って、いい、あ高い、いい感じ。そう、誰がやってくれそうですか。先輩で、先輩に何かやってもらう気満々ですけど。誰がやってくれそうですか。なんかでも自分でやらないと字でバレちゃうんですよ、宿題って。でも小学校の時はバレるんですよ。なんか漢字ノートをやってて字が急に変わったら、なんかこれやったみたいな、寝ながらやったみたいな言われて、えみたいな、なんでバレたっていう。だから中学校では怒られないようにちゃんと自分でやるんです。でも分かんなかったら聞かないとできないんですもん。いやすごいですよね先生。前の中間1年生の中間か期末テストの数学ですっごい眠くて、字がいつもよりも全然力入れてなかったんです。入れてないっていうか、その答え書くときに、あの何、あのなんか数字書くじゃないですか、数学だから。その時になんかすっごい字がこうひょろっていう字になってたら、テスト返された後に数学の先生に、なんか体調悪かったみたいな、テスト中字が違ったけど大丈夫って言われたんですよ。すごいですよね。うん、
すごいすごいすごい、やべ変顔しちゃった。数学好き？数学より算数が好きです。鶴亀山が好き、鶴亀山が好き。国語とかは苦手、国語は本当に苦手、もう小学校の時から苦手。苦手っていうか、国語ってもともとなんか理系系なんですよ、家系的に。それもそうだし、国語って正味なんか言っちゃダメだけど、日本で生活できる日本語力があったら、でも理系です結構。だからうん、国語嫌いでもないんですよ、苦手なんですよ。なんかだってこの時の主人公の気持ちを100文字以内で説明しなさいと。いや主人公の気持ちなんて主人公しか分かんないのにどう書けって言うんですかって感じ。理系が強いってわけでもないですよ。なんか体育しか良くないけど、得意不得意って言ったら理系の方が得意って感じです。そうなの、ほとんど文章に答え書いてある？え、書いてある？みんなが見落としてるだけ？おかしいな、観察力がないみたい。でも小学校の時はめっちゃ漢字好きでした。50問テストあったじゃないですか、小学校の時に。それ小6の時5、6回あって全部満点だったんですよ。やばくないですか？ちょっとその時は自分を見直しちゃいました。漢字がね、もともとは得意ってわけでもなかったんだけど、小6の時にすっごい得意で、なんかもう話がごちゃごちゃしてる気がする。そう、満点だったの。100点だよ。100点っていいよね、すごいかっこいい感じがする。ちょっと水飲みます。そう、最近の満点ないです。なんか中学校入って、満点を取らせないんですよ。なんか先生たちがみんな満点を取るような問題にしてくれないんですよ。でも漢字の小テストはこの間15点中13とかでした。拍手、マジで本当にすごい、本当にすごい。クリナが、クリナです。範囲がちょっと待って、なんかやばいこと言ってきた。範囲がすっごい広いのに、ちょっと待って、最悪。範囲がすっごい広いのに、すごい広いよいしょ、範囲がすっごい広いけど、範囲がすっごい広いけど、あ、でもすっごいってわけでもないな。ちょっと待って面白い。そう、でも友達がすっごいすごい、本当に頭いいっていうか、頭がいいんじゃなくて多分努力の問題なんですけどね。勉強量の問題、勉強した人は頭が良くなるし、勉強をサボった人は点数が悪くなっちゃう。そうなの。だから
みんなも勉強したら頭が良くなるんです。ちょっと待って、焦った。ねえちょっと待って、もうすぐ配信終わっちゃうよね。ちょっとやばい。あのね、今日ねこの配信でミュンさんのことをミュンちゃんって呼ぶっていうことをお話ししてたんですよ。だからもうやん、なんか緊張。そう、この配信でね言うっていう約束じゃないけど、なんか言ったんですよ。だからそう、ミュンさん、ミュンさんのことはミュンちゃんって言うっていう。でもこの間メッセージ してた時にミュンちゃんっていう文字を打とうとしたら間違ってチュンちゃんって打っちゃったんですよ。そう、それでつぼりました。もう本当に面白かった。そうだから、それが言うまで言ったから、いいのかな、なんかわかんない、もう難しいな。そう、チュンちゃんって、そうで間違えちゃって、間違えたんじゃない、なんかな行とた行、じゃあ、た行とま行が、た行の下にまがあるじゃないですか。だから、こう、チュってしたときに、そう、段を間違えちゃって、で、なんか、普段、文のところ、なんか、打った後の、この、ところとか全く見ないで、なんかどこ見てる、打ってるかわかんないんですけど、なんかパパパパパって打っちゃうからごめんなさい、見てるかわかんないけどごめんなさい。でちゃんとこのごめんなさいのところ切り取ってミュウさんに送んないと。ごめんなさい。でもね、そのね、チュンちゃんって打っちゃったのを送っちゃって、そのままで、そのまま書き換えて、そう、先にミュウさんが気づいたんだけどそうな、だからそのまま、でもそのままもうチュンちゃんって呼ぶみたいなことになったけど、呼べないんですよ、緊張しちゃうから。呼びたいけど呼べないみたいな。でも呼びたいって言ったらやばいやつかな。そう、呼ぶの、呼ぶの、呼ばないの、どっちなの、どっちなの、どっちなのっていうね。そう、なんか呼んでる人いないからみたいな、呼んでる人いないから、みなが初めて呼び、初のチュンちゃん呼びみたいなおもろ、面白いですね。なんか自分の言ったことにつぼっちゃやばいかも。なんかそう、でもみなって呼んでくださいって言ったからみなって呼んでくれてるの、みなのことをね、みゆさんが。だからイエイイエイイエイかわかんないけど、そう、みゆんちゃんって呼ぶ、呼んでみたいな、呼ぶみたいになったから、その時にみなが、
みなってみなのことみなって呼んでくださいって言ったの。だからみなって呼んでくれてるの。いいでしょ。そう、みなって呼んで。言わないと、後で終わってから。みんちゃんって言いましたよって。イエーイ。めっちゃ明るくて元気で渋いちゃん最高だよ。だって、うー最高だって。あ、3000人突破ありがとうございます。3000人の皆様、間違えた、3,421人の皆様ありがとうございます。感謝ですね。時々マウント取りに来る。はぁ、マウント、マウントっていうか、ちょっと嬉しいんですもん、みなって呼んでくださるの。みなって呼んでくださいって言ったらみなって呼んでくれるの。ふん、いいでしょ、嬉しいの。みなちゃん押してもいいだって。あ、お願いします、お願いしますって言ったらダメだな。ありがとうございます。みなちゃんのお話し会撮ったよだって。うわ楽しみ。ちょっと名前見とこ。今時さん、お話し会が楽しみ。お話し会楽しみ。もう何話すか考えちゃう。トマトの話したいもん。トマトの話したいもん。トマト好きだから。本当にトマト会が開きたい。でもトマト会って言っても、ただただただトマトを食べるだけなの。なんかトマトって生が一番美味しくて、なんかトマトジュースとかトマト煮と、トマト煮は好きだけどトマトジュースはあんまり好きじゃないんですよ。だからトマト単体で食べるのはミニトマトが一番。大きいトマトは美味しいけど、汁がぐちゃーって出ちゃうから、ミニトマトはこうやってパクパクパクって一口でいけるの。一口でね。ミートソースは、ミートソース大好き。パパが作ってくれるミートソースが大好き。本当に美味しいの。本当に美味しい。本当に美味しい。ミートソース、本当に美味しい。もう麺が大好き。麺、もう好き。うん。柔らかいトマトは、なんかトマトって普通のミニトマト、生の、触った時にちょっと柔らかいのあるじゃないですか。あれ時々ハズレがあって、なんかハズレっていうか美味しいんですけど、なんか噛んだ瞬間ちょっと苦いみたいな感じの時があるんですよ。だからそれはあんまり好きじゃない。普通になんかトマトっていう、そう、本当にトマト好きになってくださいね。トマト恐怖症したい、うん？トマト恐怖症したいからね。トマト育てたりしてたことあるよ。小学2年生の時とかに学校で育ててた。お家でも育ててた。そうで、中学校でも、中学校になってからもなんか育ててたけど、教室に行くときにちょっとすれ違うのね、トマトと。でちょっとすれ違うんだけど、その時になんか草が折れちゃってたりしてて、トマトの枝が、で枝が折れてるっていうか、なんかすっごいね、
可愛い、なんか雨に打たれて、でめっちゃ赤くて美味しい時期なのに取らないの、取らないままずっとそのまま、もったいないもったいない、食べたいもんだって、そのトマト食べたいもん、トマト、トマトが好きだから。渋井ちゃんはトマトだよ、みなはトマトじゃない、間違えた、渋井ちゃんはトマトが好きだよ。トマトが好き、ミニトマトは最高。何個、あのコストコに売ってる大きいやつあるじゃないですか、あのすっごい大きい、何めっちゃ入ってるやつ、あれを普通に 2,3 回に分けて食べるぐらいです。1日で全然食べきれます。食べ始めたらあるのは全部食べれるけど、トマト食べすぎたらお腹を壊しちゃうので、ほどほどにしましょう。な、壊しはしないかも、お腹が緩くなる、皮があるからって言われたママたちに。そう、食べ過ぎは良くないですよ、何でも。良くないからね。さあ、トマト苦手な食べ物はあんまりないかな、あるかな、うーん、苦手、ゴーヤが苦いから苦手、ゴーヤと、ゴーヤくらい、ゴーヤでもわかんないな、食べて苦手だなと思ったものは苦手だけど、その何をな食べて苦手なって思ったものをすぐ忘れちゃうから覚えてないです、覚えてないの。そうだから、給食でゴーヤチャンプルが出た時は本当に、うん、そう、で小学校の時は本当にずっと減らしてた。あとレバーもちょっと苦手かも知らない。みなちゃんって呼ばれたいんだよね。みなちゃんでも何でもいいです、でもみんなっていう、渋井ちゃんは多分一番覚えやすいんですよね。で渋井っていう名字がそもそも少ないから、渋井ちゃんの、ん、渋井ちゃんって覚えてもらっていただいて、で何お話しするときはみなちゃんって呼んでください、みなの方で。だから記憶の中に収めるときは渋いみな渋いちゃんで収める、ただグッド。そう、ニックネームに渋いちゃんでしたけど、ちょっと賞味変えたいなって、変えたいっていうか、うん、え、渋いってイメージの人会ったことありますか、みな以外に。だみなないんですよ、自分以外、自分と家族とかいとこと、いとこおじさんとかに以外で CVT ミュージア会ったことないから、ちょっと会ってお話ししたいなと思います。ん、納得。ないよね、そうないんですよ。なあなあなあ、これあ、待って、そうマラソン選手にいますよね。あ、なら存じ上げてございます。そう渋いってね、そう渋いさん、渋いって幼稚園の時友達に渋いみかんって呼ばれてたから、ひどくない、ちょっと渋いみかんだよ、渋くないのに渋いみかん
ちょっと何回も言っちゃう。渋いみかんだって悲しい。悲しくもないな別に。なんか爆笑案件本当に面白い。もう全部面白いもんだって。うんうんうん、そう。でもお姉ちゃんはお姉ちゃんが友達にみかんって呼ばれてるらしいんですよ。みなだから、みなだから、そう、お姉ちゃんが友達にみかんって呼ばれてるらしくて、みなは、みなはトマトです。渋いみなトマト、ミニトマト。でも渋いって言ったら美味しくないイメージがちょっとついちゃう。美味しくないっていうか、あまりいい味じゃない。うん、そうなの。お姉さんいますよ、お姉ちゃん仲良し自称優しいもんだって。